持ってきてる。いい嫁を演じてた。心が、子供が生まれた。そしたら、ご本人がちょっとそれを言ったの。お子さんが生まれたんですよ。それ精神病院。精神病院に勤めてたから。そういうのね、約束して。もちろん、2人が入ってきた。それから大事というの。なんかちょっとしながら、出てもうちょっとそれからしたかったんや。ね、したかったって、もうそういうことに近いんや。見てしまった。彼女が。病気に。ね。だから、ちょっともにともに結婚したら、どこからか始まったかしらね。だけどもう、なんで不安で不安じゃなくて、こう、大丈夫ねって言ってくれるんじゃなくて、みんながみんなが、どうしたかって私をいじめると思ってたのよ。今はダメ。今はダメ。雪解けない。で、離婚のところで、ちゃんと私は愛が通った。だけど、結局、約束して。今はもう、結局、子供たちが3人とも、約束して。6年になる。だから、3年と、それを立派に、育てるなって、私はお金を持ってて、ただその子供たちが幸せを願うセンターフィールド秋原大成離婚性の子供の状態を見えたのに見えたのですよ、みたいな訓練が。だからね、離婚性の子供がこのことだって真実と言ってね、私たちの前で洗礼して今なんですよ。だから、まあ、そういうことなんか合うよね。お食事会もする、お日が良かった。なんかそんなのを見てきてるから、私は。だから、子供を産むためには、その後のことだったから。もう絶対にやらない。どんなにね、こういった言うことと思って言ってることがあって、向こうでは、そういうふうに聞こえるとすれば言えない。言えない。だから、育てた環境とか、育てた違うから。だから、見た時点、私たちはこういう世界を歩んできてるから、うん、ちょっと違和感のこと見えるのと、僕は子供のこと体験してきて、いろんなこと知ってきて、すごく分かるようになってきた。私は分かる。もう本当だけど、ただイエス様に言うことは大丈夫という世界があることだけは分かる。うん、もうね、イエス様のことがいろんなこと見てきてるんだけど、ネタの本物の結局は私なんか結局現実的に言ってると思ったんです。やっぱり劣等感の妹なんか持ってきてるんで、私知らない、そんなこと持ってたらわかんない。私は子供が中心になって3人も生まれるんです。向こうは結婚しても10年も赤ちゃんが生まれなくて、ね、姉ちゃんが生まれてみんながね、なんか苦しくなってきてる。私はそのたんびに、実の母のところに帰りようと。要望のと、よかった。そうなんですよ。もう本当に、そういうことも見てきてる。よく見てる。秋山大成！色が違うということも見てきたんですよ。ちょっと見つめることもあるんだ。バッターは、そんなこと当たるんですよ。セカンドベースボール、ソメ！いいと思ってるとそれに持ってくるだけど、人間と掴めないとかね、もう本当それはもう一つの親だって一つの兄弟だって、結局私はものすごく幸せと思い込んでる。何それを養生に、僕はそうじゃない、養生に来てくるねえねえ、だからそういうこともわからない。だけどね、なんかりっちゃんはね、いいとこばっかり取ってるって、裏風に取ってるから、うん、なんか、かなりそうよと思ってる。心の中はね、非常に、ほら、寂しい、いろんなものあるやつ。だけどね、考えてみたら、もう小学校5年生の時、自分で選んできたわけですよ。だから、その時考えてみたら、ね、ああ、小学校5年生
生からこういうことを思うんだということも実際分かってきてるわけだよね。だからもうこういうことも考えてるわ、自分が経験してきたことが。だから主婦だって、子供たちはもう大人だ。3番、ジェフ・ビーゼル、上野由伸選手。そういう人のことがものすごく面倒見ない。だからもともと小さい。だろ。東大はね、それはその人だ。だけど私はそんなに。で、人の教えとか、なんかそれがもう、夜が見えて、ものすごい。周りは寄ってくるよ。そうなんだ。そしてもっとしてくる。誰かが助けてくる。お兄さんについてくるのね、来たり来たり。